一休みするか。鍛錬の甲斐があった。行くのか、ヨリ。ああ、止めてくれるな、セイバー。言っただろ、許すと。心置きなく戦ってくるがよい。だが、その代わり、誓え、必ず生きて戻ってくると。君にはまだ、叶えるべき願いがあるはずだ。違うか？元より道半ばで倒れるつもりは毛頭ない。俺を信じろ。必ず生きて戻ってくるよ。ならよい。セイバー、俺からも一ついいか。ん？俺が戻った暁にはお前を真の名で呼ぼうと思う。聞こえたか？俺はお前を。なあ！君は何をやぶから棒に。筋の通った話だぞ。先の戦いで義に残ったものほぼ全てにお前の正体は割れている。これ以上の隠し立てはもはや意味も。ダメだダメだ、君になど呼ばせてやるものか。そこをなんとか。ふんだ。五章だから。嫌だ。頼む、セイバー。しつこいやつめ。ならば一度だけだ。たった一度だけなら呼ばせてやらんこともない。特別も特別だ。感謝しろよ。ありがとう。ここぞという機会が来たら呼ぶとしよう。ではそろそろ行ってくる。見ていてくれ、セイバー。ああ。
さてと、改めて名乗りでもあげとく？いいですね。いささか時代遅れやもしれませんが。では宮本武蔵が養子にして一番弟子、二天一流宮本伊織定次。ここに我が師との果たし合いを所望す。よろしい。二天一流開祖新面武蔵の神藤原の春信。その挑戦受けて立ちましょう。いざ尋常に勝負。死の方、私が呼んだのか、英月が呼んだのか、はたまた武蔵ちゃんが単にやってきただけなのか。ともあれ、妙な巡り合わせがなけりゃこの勝負はなかった。なんて考えもしたけどさ、あの二人ならいつかどこかで巡り合ってまた果たし合いを始めちまうかもね。そうかもしれない。剣の頂きを目指してたまま剣士として相手を認めるのは無理だ。勝負をつけることは酒への定めか。見よう見まね。空の壁だ。怒涛のごとく火の肩。受けてみろ。見よう見まね。水の肩だっけ。押し切る。火の肩。真っ向勝負。澄み渡る天のごとく。見よう見まね。なるほどね。燃え盛る炎のごとく。の方、お会いに来ん。澄み渡る天のごとく。見よう見まね。遅いな。揺るがぬ血のごとく。遅いな。終わりだ。怒涛のごとく。
下がる炎のごとく。どうした？澄み渡る天のごとく真っ向勝負。ここだ。揺るがぬ地のごとく。おわいにくん。吹きすさぶ嵐のごとく。怒涛のごとく。揺るがぬ地のごとく。ひらめいた。真っ向勝負。受けてみろ。なるほど。ここに。いや、見て。その挑戦、受けて立ちましょう。いざ、尋常に。勝負。
私が呼んだのか、英物が呼んだのか、はたまた武蔵ちゃんが単にやってきただけなのか、ともあれ妙な巡り合わせがなけりゃこの勝負はなかったなんて考えもしたけどさ、あの二人がいつかどこかで巡り合ってまた果たし合いを始めちまうかもね。水の方だ。そうかもしれない。剣の頂きを目指したまま剣士であれば相手を認めるのに勝負をつけることは避けえぬ定めか。真っ向勝負もらった。どうかしら。澄み渡る天のごとく。渡る天のごとく。水の刀。見よう見まね。怒涛のごとく。やっ。人馬一戦。水の肩だっけ。澄み渡る天のごとく。えい
切る。遅いな。捕らえた。鋭き水の流れのごとく。なるほどね。押し切る。水の肩だっけ。空の肩だ。真っ向勝負。やるね。武蔵ちゃんを相手にここまで。弱いのだとは言えない。まだまだね。水の肩で真っ向勝負。身が躍動。押し切る。空の風だ。見よ。見まね。豪華だ。ここだ。水の型で行く。見よう見まね。燃え盛る炎のごとく。見えている。終わりだ。水の見よう見まね。
ツバメ返し。これは負けかしら。それの二刀流とは恐れ入った。私でさえそんな手は考えない。まさに絶好絶技、あっぱれな天衣無縫。見事なり宮本伊織。でも宿敵の飛剣を使うとかひどすぎない？それって師匠の二股じゃん。男武蔵にちょっと同情しちゃうな。師匠。さーて、そろそろ行くとしますか。ありがとう。良き戦いでした。よりサイバー、眠るにはまだ早い。後始末が残っている。より、力がみなぎる。ようやくだ。ようやくここに栄月の儀が終わる。さて、栄月の器、これをいかにして壊したものか。うむ、切ろう。うん、切ろう。いや、待て待て待て、本当にすっぱりやってしまっていいものだろうか。無論我が宝具であれば一戦で両断できようが、この器、アサシンやライダーの魂が入っているとなると、果たしてただ立つのみで良いものか。なんだ、珍しく弱気か。ぷいつまりわしの出番というわけじゃな。じいさん、心当たりでも？無粋なことを聞くでない。心当たりがなければわざわざ出てこんわ。では何ができる？霊月の器、我が身に取り込む。何？セイバーの弱気はむしろ正刻よ。まさに正解。
英霊の魂などという魔力の塊を収めるにしてはこの器あまりに不完全に過ぎる。下手につつけば魔力が弾け辺り一帯吹き飛ぶのみよ。そこまでのものか。所詮は偽りの呪杯よ。器からして聖なる杯にはほど遠い。だがな、わしと同化してしまえばただの魔術書。ゆえにすぐに同化しよう。しかるのち、わしごと器を切れ、セイバー。それは自害を選ぶか、じいさん。青兄さんや、生意気に老骨の決断に口を挟むでない。そもそもわしは長くありすぎたわ。多くの人の手を経て多くの国の攻防を目にし多くの戦いの終わりを見守ってきた。その旅の果てがお前たちであったことはわしにとって妨害の幸福であった。なかなか退屈しなかったからな。形あるものはいつか壊れる。ならばそのいつかはわしが選ぶとも。より、光玉の牢屋、優しい牢屋だな君は。ならばせめて苦しまぬよう旅立たせるまで。頼むぞセイバー。ではイオリ、英月の器を取ってくれ。ああ。所詮は作られた命だが、それゆえに問わずには折れない。なぜと、乱世は血煙の時代は終わった。人々は口を揃えてそう言うが、全てのものが安穏と生きてゆけるわけではない。教えてください、総意見先生。なぜ人の世はかくもいびつなのですか。歪みを正すには奇跡にすがるより他はなく、そして奇跡は二度とつかめない。ならばこそ私は、かの夜、青年の平穏は終わりを迎えた。月に誘われ集った者らと刃を、声を、心を交わし、散り様を見届け、夜道を見送り、そして今、月満ちし時、
彼は願いを叶えんとする。目覚めたか、小説。そうか、私はまた。おい、まだ起きるな。カヤの手当てが無駄になるだろう。まだ休んでいろ、か弱き者。分かっている。一度ならず二度までもあなたの世話になるとはな。小説、貴殿はなぜ俺をかばった？わからない。ただそうだな、あの時我が胸を焦がした凶行が次なる一手を示すしるべとなった。そのように今は思えてならない。しるべ？そんなことはどうでもいい。良い小説、何故とは問わぬ。今は貴様に礼を言わねばならない。イオリを救ってくれたからな、ありがとう。だ、礼は不要。私は私が望むまま動いたに過ぎん。しかしこれほどまでに言えぬ傷とは、知恵も目、大層な置き土産を残してくれた傷。私は波の人ではないからな、傷の治りは早いのだ。多少の傷はたちまちに癒える。私はそのように作られている。なるほど。傷を負った後、涼しい顔で上野に現れていたが。ああ、あの傷は浅かったからな。ライダーと示し合わせ、深手にまでは至らぬようにしておいた。だがこたびはな、知恵門の炎、ここまでのものとは。ああ、さっきも言ったぞ、これは私が望んで受けた傷。どうか気に病むな。あなたは、あなたがなすべきをなしてくれ。かたじけない。小説の尽力、無駄にはしないと俺は誓おう。セイバー。ああ、器を立って義を終わらせるぞ。始めよう、より。では永月の器を。結界が破られたか、何者？この襲撃、
もしや。いや、久しいな、伊織。なあ、いや、久しぶりというほどでもないか。別れ際にまた会おうとは言ったが、結局、俺の方から会いに来てしまったな。な、テイ・セイコ！斧がアーチャーを失って義を降りた。そう捉えていたのだがな。何故貴殿が。なあ、伊織。英月を俺に譲る気はないか。無論、相応の礼はさせてもらうつもりだ。譲る？我が国は今、侵略によって滅びようとしている。幾千万の人々が抑圧と支配に抗い、戦っている。はっきり言って、ひどく不利な戦いだ。多くが死んだ。敵に下った将も少なくない。だが、英月があれば、万能の願望機が掌中にあれば話は変わる。この戦況を覆し、中原を奪還することさえ叶う。かつてお前は、江戸の平穏を守るために戦うと言ったな。俺もそうさ、そうなんだよ。似たようなものだ。主のため、民のために、友のため、我が子のために、戦乱なき太平の世を、民を取り戻したい。テイ、貴殿の思いの強さ、深さ、俺とて承知の上だ。だが、英月は人の世にあってはならない。そのようなものにすがるべきではない。人として、己が正しくあろうとするのならば。見事。この後に及び、いまだ清廉潔白を口にする。あるいは気高いと言うべきかな。どちらにせよ、大したものだよ、宮本伊織。だが、人としての正しさ、それは、なんだ。ただ黙して、略奪と屈辱を受け入れることか。お前の告げる言葉はまばゆいが、卑怯。太平の世に生きる者の見る夢に過ぎない。清きまま、正しきままで救えるならば、この俺とて英月などを求めるものかよ。どうあっても英月を求めるか、帝成功。無論、お前に英月を渡す気がないのなら、もはや何をも言うまい。無念だ、伊織。やれ、キャッサ。来るぞ、伊織。キャスター。土帝はすでに死した。その上で、いまだ写し世にとどまっている。ならばキャスター、斧がマスターを乗り換えたか。そうして途絶えた魔力を取り戻し、写し世にとどまったか。なるほど、道理だな。キャスターごときが勝士、セイバーの対魔力を知らぬわけもなし。今すぐに切り捨てて。ヤマト。へえ、そうか。人は、人類はお前をそのように定めたのか。その剣が雨の村雲の剣にしては、いささか神器が弱い。なるほど、刀身を鞘で覆い隠しているな。
せいぜい気をつけろよ、マスター。あれは日の本随一ともいえる神殺しの英雄だぞ。人を殺し、怪異を殺し、神々を殺す征服者、兄さえ殺すオウス。すなわち、人類に刻まれし神明、ヤマトタケルの御事。貴様、何者だ？千里眼？いいな、いいな、そんなものではない。貴様、私のことを知っているな。そう、相性の問題だよ。英雄はその存在を語り継がれ、伝承されなければ人類に刻まれることはない。僕の記憶がお前を英雄たらしめた。僕の言葉がお前を人類に刻みつけた。その僕がお前を知らないわけがないだろう。キャスターはいわばまじない師の霊気。魔術に抵抗を有する三騎士には弱い。だが、あれなるキャスター、なぜか私を知っている。嫌な感じだ、より。おそらく英霊としての私の弱点をついてくるぞ。ああ、そのようだ。だが、ここは引けん。カヤが待っている。今や敵はすべて打ち倒すのみ。セイバー、無論。ヤマトタケル、僕が記録したおぞましき剣士。我が名を呼ぶな。侮るな。
ったな。我が主に何やら聖堂を説いていたが、お前聖堂にさほどの興味はないな。お前その本質はまるで。耳を貸すな、ヨリ。君の在り方は君自身が決める。私自身も私が決める。征服者アニサイ殺すオウス、それがどうした。余人がいかに語ろうとそこに私はいない。私は私であると魂が知る。チッ、ことの葉ではつかみきれんか。大魔力だけではないな、ヤマトタケル。僕の記録の枠を超えるな。僕を苛立たせるな。人を超えた化け物め。なぜ人類の影ごときが己を疑わぬ。なぜ人類の影ごときが己を保つのだ。なぜ。そこまでだ、キャスター。戦場で無駄口を叩くな。冷めたものだ。いや、お前は酔えないのか。だが確かに潮時というやつだ。僕もそろそろ目的を果たすとしよう。逃げるか、キャスター。浮きすさぶ嵐のごとく流行るな、セイバー。怪を倒し力を問う。任せろ。燃え盛る炎のごとく。せや、身が脈動。せや、火は熟した。力を借りる出番だな。我らが刃突き立てる。ここだ。死の方かる炎のごとく、すかさず追い打て。来い、出番だな。行くぞ。捕らえた。まったく見事な腕前だな。だがこたびの戦、俺の勝ちのようだ。器悪いな、より。恨むだけ恨め。すべては陛下の国を取り戻すためだ。器を、より。追うぞ。待て、頼む。私も連れて行け。しかし、貴殿。傷は未だ深かろうに、死ぬ気か。二だと思えば好きに打ち捨ててよい。所詮我が身は短命の定め。総意見先生は力を尽くしてくださったが、そう長く持つものではない。だが
だからこそこの魂燃え尽きるまで諦められぬ。ライダーを失った、家ぬ深手を負った。我が手で望みを叶える術はついえたが、それでも私はまだ小説。あの時私に触れたあなたの手は温かかった。とても温かかったのだ。作られし我が心にまた一つ思いが芽吹いてしまった。今や私は自分で思うよりもはるかに強く、あなた以外に栄月を奪われるのが気に入らんのだ。そうか、ならば小説、貴殿には見届けてもらおう。俺たちが栄月を取り戻し打ち砕く、その様のすべてを。ああ、テイとキャスターは赤坂へ向かったはずだ。器を霊脈につなげるために。ならば急ぐまでだ。行くぞより。ああ、小説行けるか。私はいつでも、支度が整ったら言ってくれ。一人で歩ける程度にはなっている。お前の手当てのおかげだ。そう、でもまだ歩き回らない方がいいのに。そうだな。兄ちゃん、兄ちゃんはこれから戦をしに行くの？セイバーさんと一緒に。ああ。そっか。うん、カヤ、俺の願いを聞いてくれるか。何？握り飯、ありったけ支度しておいてほしい。え？戦から帰ってきたらまず腹が減っているだろうからな。頼めるか？小笠原殿には悪いが。ううん、分かった。おむすびいっぱい作っておく。小笠原の家にはね、兄ちゃんとこに泊まるって言っておく。だから絶対絶対に帰ってきてね。約束。ああ、約束だ。そうだ、これ持って行って。戦の最中にお腹空かせたら大変でしょ。陣中食こさえてきました。ありがとう。では行ってくる。はい、兄ちゃん気をつけて頑張ってね。ん？何かあるな。どういうつもりかしら、宮本伊織。あの白い髪のホムンクルス、由衣小説よ。
逃げられたのは私の落ち度だから、よこせとまでは言わないけれど、あれは危険な存在よ。連れ回すなんて正気なの？南蛮の魔術にはいささか疎い。何を危ぶんでいるかは分からんが、少なくとも俺は小説の信念に応えたい。それだけだ。答えになっていないわよ。そうか。まったく困った男ね、あなた。いいわ、儀が終わるまで待っていてあげる。終わったらあれは我が家で保護するわ。その時は手出しは無用よ。それはやはりよこせと言っているのでは？とりあえずこれを渡しておくわ。私の魔術を込めた特別性よ。キャスター戦では役に立つでしょう。手付け代わりにあげるわ。好意として受け取っておく。手付けって聞こえなかった？やるか。始めよう。やるか。ありましたわ。ああ、丹念に手入れしよう。なんと見
また船を落ち着け。あれはイサリビ。